ここに長谷部です。4日前にドイツブンデスリーが優勝を決めたばかりです。裏へのボールが出ました。トラップした、判定する。岡崎下げる。本田圭佑です。本田の左足のシュートだ。先制ゴール日本。決めたのは岡崎。いやあれが欲しいよ本田はね。素晴らしいですね小倉さん。この歓声で今のねシュート揺れてない。揺れてるかもしれないですね。揺れてますよキーパー。思いますよ。成長して帰ってきた本田圭佑。ゴール裏からの映像を、ね、岡崎もよく頑張りましたね。そして岡崎が本田圭佑に渡す。本田得意の左足のシュートは少し入れましたね。そして決めたのは岡崎です。キリンカップ開幕ゲーム日本がまず先制しました。素晴らしいシュートだねこれは。ただやっぱり翔子さん、中村健吾が持った時の岡崎の動きだそうですね。やっぱ合ってるね。はい、まあ、あのフィンランド戦ですよね。その時にも背後に飛び出したところを合わせてますけれども、はい、ああいったところってね、本当大きいですね。結局そこから点になりましたからね、今も。そうですね。本田の左足のシュートからこぼれ球岡崎でしたが、絡んでいくっていうところでも自分の武器ですよね、はい、左足持ってますよね、やっぱり彼は。そうですね。その19番本田圭佑にボールが渡りました。しっかりボールをキープしています。そして長谷部、中澤がこの位置です。まず中澤のプレーでしょうか。いやそうですね、カットしたところから前に走っていった形だと思うんですけれどもね、はい、ただ今のちょっとパスが合ってなかったんですよね。それをよくこの体のバランスと、いいタッチで前を向いて、そのパスも本当にいいところでしたよね。スピードを落とさない最高の精度ですよね、パスはね。マリノスでもあんま見たことないですねいやー、相馬さん、はい、ディフェンスの中澤選手のトラップはもう平瀬監督から厳しい声も飛んだかもしれませんが、そうですね、まあ、そういった失態できるというか、ね、はい、そういうのもあるでしょうし、日本代表チャンスを迎える、うん、スルーしてシュートです。惜しい。中村健吾のスルーから最後は山田直樹、チャンスを迎えました。感じてたんだね、スルー。いやそうですね、はい、18歳の山田です。中村が触ってクロスを変えても面白いかなと思って見てたんですよ、はい、そこ入ってるの見えてるわけですからね、今のも。日本のコーナーキックです。低いボール、ヘディングシュート、日本はセットプレーから3点目。阿部のゾーンだね、得意ですよね、アマニアのゾーンはね。ポポテ取ってるね、そこでヘディングは。いい形で入ってきて見事にヘディングシュートを決めました。今日センターバックで先発しました阿部勇樹です。コンディション整えてもチャンスっていうのは巡ってこない中で、こういう状況でポッと中澤と組んでね、そつなくディフェンスラインを統率して、なおかつああやってコーナー決めるんですね、はい、ロスタイムすでに1分が経過しています。さあチャンスだ、流した本田圭佑、よく狙ってたね最後までね。ロスタイムで4点目を奪いました日本。山田直樹が流して、そして最後は本田圭佑。いやここの矢野のね、はい、体を張ったリーチのあるプレーでね、味方に流しているわけですから、はい、聞きましたよ、やっぱり前線からこう変わってきて、あれでこう追いかけてプレスをかけて、はい、ね、それがやっぱりこう最後のところで自分のチャンスメイクができたことにつながってる、大きいですよね、彼にとってもいいプレーですね、はい、今小さい、あま
りよくわからなく見えるんですけども、山田直樹がやはりシュートフェイントでサイド当ててるんですよね。しました日本チームにはキリンビバレッジ株式会社中尾俊光常務執行役員近畿建築本部長よりキリン一番搾り生ビール、キリン中杯氷結レモン、キリンラブズスポーツ各1年分が贈呈されます。岡崎の2ゴール、阿部勇樹のヘディングシュート、突然ロスタイムにこの本田圭佑のゴールが決まりました。本田圭佑はこれが代表初ゴールということになりました。いい形で日本が4対0、本当に強豪と言われたチリを破りました。改めて金田さん、はい、試合が始まってすぐにチリのプレッシャーを見ますと本当に大変な試合になるなという感じがしたんですが、その中で4対0